さあというわけで、はい、事故物件の日々を動画にしてるわけですけど、うん、ちょっと一個新展開がありまして、はいはいはい、この前久々にちょっと大島てるさんのサイトで、うん、この俺らの家を見たら、うん、消されてましたね。あ、事故物件削除されてましたね。そう、あの炎マークが消えてて、そういうこともあるんや。で、あれうち事故物件じゃねえのかなって思って、そこから俺調べたの、いろいろ、うん、大島てるさんのサイトって、うん、どういうものが削除されるんだろうって調べたら、うん、大島てるさんのサイトってあくまでも法律としての事故物件しか載せないらしいの、うん、だからあの殺人とか、まあ、自殺とか、孤独死とか自然死とかそういうものに関してはもうどんな圧力があっても消しませんと明言してるの、うん、ただ法律では事故物件と認められないものに関しては消されるらしい。はあ。例えば前住んでた人が行方不明になったとか、うん、まあ、他にも多分逮捕されたとかもそうかもしれないし、でもう一個が、うん、ちょいちょいその大島てるさんのサイトにもあるけど、うん、例えばなここに住んでたんですけど、うん、住んでる間すごいポルターガイストに悩まされましたとか、うん、毎晩お化け出ましたみたいなたまに書いてあるやつあるじゃん、うん、ああいうのも法律では事故物件と認められないからあれも削除対象。あ、そうなんや。でもう一個は大家さんとかから削除依頼が来たものに関しては、うん、一時的に削除して、うん、事実と認められたらまた掲載するという、うん、この3パターンがある。でどれかに当てはまったのか。お前んちはこのどれか3つに当てはまるってなって、うん、でまあ思い出してほしいのが、うん、お前んちのそのマンションの他の家の玄関前にもその森塩が置いてあったりちょっと変な雰囲気になってるじゃん。そうやね。ってことはこの さっき参考紹介した中の1個目はもうないと思うんだよな、うん、だってお前ん家の住人なんかあったからって他の部屋の人が森塩置くわけではないと思うんだよ、うん、残り2つのどれかだと思うんだけど。なるほど、うん、いやもうそれはそうでしょ、うん、そうだ。もしだってその事実があったら大島てるさんのサイトは絶対消さないって書いてあるから。もうそれも断言してるね。断言してる。もうどんな圧力が来ても消しませんって書いてあったから、やっぱ不動産関係だから圧力もあるだろうかな。金かかる話だから。いや、なんかそこまで断言してくれたら、うん、逆にちょっと安心したわ、うん、ああなるほどな。うん、それはそうだろうな。まあよかった。ちょっと、うん、確かにあの部屋で亡くなってるってなったらそっちの方が怖いな。いや 俺個人的にはそっちの方が怖い。いや俺もそりゃそうだと思う、うん、でもそれは一個なくなったから一応じゃあ可能性としてはもう、うん、なんていうのかな、霊が集ま霊道っていうのかな、なんか昔のそういうかもしれないし、いろんな事故が、まあ、その土地そういうなんか土地のなのか霊道なのかわかんないけどな。なんかそういうよく聞くもんね、なんか土地が、うん、土地全体がそういった心霊的なっていうのはちょいちょい聞くよね、うん、でもまあ消されることもあるっていうのはちょっと俺は一個勉強になったね。確かに。だってあんな、なんかその、大家に対して恨みがある人が無理やり書いたりするだろうから。大家が嫌がってるってのは、なんか昔から聞いたことあったわ、でも。確かに。大島てるさんのサイトもな。そうそうだろうな。うん。まあそういう感じの、ちょっと、新しい展開があったので、うん。まだなんか、ちょっと一個真実に近づいたなというのが、ありましたので。なんか、前に進んだ気がするね。まあな、これで、まあまた、でもしばらくして、その、大島てるさんのサイトに同じことが書いてあったら、またちょっと、あれってなるけどな。でもこれを、再掲載されたら。ある意味暴いたことになるやんか。うん。暴いたことによって、うん、より激しく、なったりする。そんなことはどうだろうな。別にだって、暴いたかろうが何だろう関係ないじゃんね。関係ないのかな。いや、ちょっとわからん。そうだろ、別に。いや、わからへんけどさ、うん。そんなものは関係ないだろうけど。はあ、まあ、こんなもんですか。うん、まあ一個ちょっと事実、新しい事実があったので、まあまたちょっとなんか調べたりして出てきたら、うん、新展開あったら紹介しますし、はい、本当はね近所の神社とかいろいろ紹介したいですけど、やっぱりちょっと地域がね分かるとあれですから、うん、その辺はちょっと出せないですけど、まあ一個そんな話があったということだけちょっと、はい、お伝えしたかったなということで、まあまたこれからもちょっといろいろ検証は続けていきたいと思います。はい、今回はどうもありがとうございました。どうなるか分からないわかんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近見つこないって言われてしまいですよ。もう人生の集大成です。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいよ。何俺俺だってもうハゲてきてる俺今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。